そうですね。うん。密着してる作品ですね。古さ感じないもんね。そうですね。うん。さて、リクエスト続いては、さいたま市にお住まいのラジオネーム、ロバート&ポールさん、65歳の方からいただきました。はい、セピア色に始まって、セピア色で終わるおしゃれさ。絶望的状況でも果敢に敵の前に飛び出す二人のラストシーンが大好き。明日に向かって撃てをリクエストします。渋いですね。熊子さん大好きなの。いやー、でもこんなことあるのっていう最後の銃弾ね。あ、そうですね。うん。で、銀行強盗なのに、はい、あのヒーローになっていくんだよね。そう、なんだか。そうみたいですね。うん。だから最後の方ね、なんかドキュメンタリーみたいにしてまたやってたんですよ、テレビで。はい。そしたら実写版もあって、当時の車とか全部ね、はい、それ見るとちょっと残酷だなって。もう見せ物みたいに、その最後のシーン、ジュダン、ケリダの二人、はい、それをずっとこうあの車で通りをなんかパレードみたいにするの。そうすると泣いてる人もいるし、でその二人が車の中で倒れてんだけど、ジュダン見てね、握手しようとする人もいて、だけどこれ本当の映画だったんでしょ。実在のこれ実在の銀行強盗の逃避行を題材にしてるそうなので、だからまあ本当に最後のシーンもね、まあ、ストップモーションを効果的に使って、まあ本当に蜂の巣状態になるわけですよね。そう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 。で、アコさんはその後日談というか、そういったところもまあご覧になったというか。そうそうそう、うん、なんかねドキュメンタリーの部分も。そう、いやでもあのアメリカってそういう銀行強盗とかって悪いことなんだけど、誰も殺してなきゃいいとかね、はいはい、そういうのでヒーローになる人ってよくいるじゃない、はい、でもこれはあの銀行強盗してるんだから悪いんだけど、こんな残酷なことっていいのっていう。そうですね、うん、また映画によって彼らはやっぱ死んでほしくないとも感情的に思わせるし、うんうん、そこまで描いてから最後のラストシーンですから、またね、このポール・ニューマンって渋いんだよね、ハスラーとかさ、ね、トム・クルーズとか一緒にね。出ましたね、まあ、ハスラー。いや、トム・クルーズも今、元気バリバリだから、苦労してはるね。友達か、私は。いや、映画を見たらみんな友達になりますよ。いや役に入りますもん。ポール・ニューマンいいよね。あと、ロバート・レッドフォード。ロバート・レッドフォード、現在もご健在で85歳だそうです。このロバート・レッドフォードってなんか役者、家族なんだよね。お父さんも役者さんで、お姉さんか妹も名前ちょっと忘れたけど、有名な女優さんですよ。あ、そうなんですか。うん、へえ。いやー、なんか胸が痛いな。なんか最後しか覚えてない。そう、そしてなんかこの映画の歌がこの雨に濡れてもというね。ねえ。またこののどかな歌というのが。だって雨に濡れてもってさ、レインドロップ。ラララララっていうの、なんかこうタップで、あの有名な人誰だっけ、ジーン・ケリーさん、あ、ジーン・ケリーが雨の中でこう道路で踊ってるってイメージあったんだけど、そうそうそう、ね、これも映画の主題かな。そうなんですよ。あ、知らなかった。これなんかもっと違う明るいミュージカルの、うんうんうん、なんかジン・ケリーがなんか誰かに求愛するかプロポーズして、うまくいって雨の中でこうタップで街灯の前でってなんか宙に舞って三拍子で足をパンパンってやる。そうなんだ。そうなんですね。アカデミー賞では主題歌賞を受賞しております、はい、で昨年この歌われた BJ トーマスさんは78歳で天国へと旅立たれたそうです。それではお送りしますね、はい、BJ トーマスで雨に濡れても。